よし、じゃあやっていきましょう。スイッチ版のシャドウコリドー影の回廊をやっていきたいと思います。で、今回は、まあ、前回このね、外縁の挑戦者モードをクリアしたんで、新たにね、達成の証のこけし探知が解放されました。まあ、これをね、すぐ見ていきたいところなんですけど、まあ皆さんね、想像通り、これはこけしをね、見つけやすくする達成の証ということで自分はね、もう全部こけしね、集めちゃったんで、まあ、どうするかちょっと悩んだんですけど、スイッチのね、アカウントを新しくね、もう一個作って、とりあえず肥大化した像をクリアして、外縁まで挑戦者をクリアするところまでなんとかやっていきたいと思います。終了と。で2代目作ってあります。出た。やっと外縁が解放された。長かった。で、ここだね。ここもやっていきましょう。あ、達成の証のこけし探知が解放されましたと。疲れた。はい。ということでね、なんとかこれ出せたんで、もう最初からちょっとやっていきましょうか。ちょっとロジからやっていこう。ということで、なんとね、左下にあのこけしが追加されてますね。まあ多分ね、おお、まあ、どういう、まあ、どういう能力か、どういう効果かっていうのはね、大体想像つくと思うんですけど、とりあえず行ってみましょう。来ました。なんか音が鳴ってますね。お、音がだんだん速くなっていく。で、なんか心臓みたいに鼓動してるね。ということで、なんとこけし探知は、まあね、想像通りにこけしが近くにあると音がね、鳴って知らせてくれる、もうこけし探しにぴったりな達成の証ということで、これからちょっとね、まあ、日暮らしとか、まあ、警告とかちょっと見てみましょうか。実際にどんな感じなのかっていうの。お、これはナーキ女さんに反応してるんじゃなくて、この近くにこけしがあると。近いかな。多分ここだ。ありましたね。っていう風に、めちゃめちゃね、わかりやすいですこれ。まあ、実際に自分は、まあ、100個、まあ、テストプレイも兼ねて、まあ、撮ってみたんですけど、本当にわかりやすかったです。多分皆さんは今までのね、
こけし集めって、まあ本当に地道に、例えば、一つのエリアに一個こけしあるんですけど、まあそれをね、どこにあるのか探してたじゃないですか。お、また反応した。で、今回は一つのエリアにこけし一個あるっていうのはまあ、前提条件として、じゃあどこの場所にあるのか、どこの部屋にあるのかっていうのはこういう音。音を頼りにして、あ、ちょっと遠ざかったね。こっちじゃない。例えばこの部屋かなと思ったらもう音が近づいてないんで、音がね、短くなってないんで、あ、どっちだ？ここでもないですね。じゃあちょっと走ろうか。こっちかな？あ、近い。近い。ほらほら、近い近い近い。っていう風に、もう音を頼りに進んでもいいくらい。これ、あったー。わかりやすいでしょ、これ。本当に。わかりやすいです、これは。今までは、まあ、スチーム版だったら、まあ、カスタムゲームで、徘徊者とかね、ゼロにしてやってたと思うんですよ。これをね、カスタムゲームで徘徊者ゼロにしてやってももちろんいいんですけど、自分はおすすめは、初心者モードでこのね、ミニマップを出しながら、行くとめちゃめちゃ早いです。マジで。超早いです。多分ね、探せる時間がね、半分になりましたね。ありましたね。なんでかっていうと、いや、カスタムゲームで徘徊者ゼロにした方が簡単じゃんって思うかもしんないんですけど、初心者モードって、ランダムなマップになってないんですね。固定なんですよ。こういう風に、左下は絶対、この角の部屋は絶対ここっていう風に決まってるんで、もう、マップがね、もう固定になってるから、その分、すごくね、探しやすくて、もしこれが、カスタムゲームでやったとしたら、もちろん徘徊者がいなくて、そこは楽なんですけど、マップはね、ランダムになって、どこを取ったのか分かんなくなっちゃうんで、そうするとね、例えばですよ、例えば。今、左下のこのエリアのこけし取りましたよね。で、この隣のエリアのこけしも取りましたよね。で、そこで、あ、やべ、もうちょっと、ここで休憩してやめようかな、と思って、別なステージもやりたいな、と思って、やめるじゃないですか。そしたら、カスタムゲームでやったら、マップがランダムなんで、どこ取ったかね、わかんなくなるんです、これ。でも、これが初心者モードだったら、左下の角とその隣は取ったよっていう風に自分でメモすることができるんで、すごく楽っていう。あ、ほらほら、また。なのでね、自分のおすすめとしては、初心者モードがあるマップ全部こけしは初心者モードで取って、まあ、聖域だけ初心者モードがないんで、そこはね、まあ、カスタムゲームとか自力で取るっていう感じにした方がいいと思いますっていう感じで。で、ここじゃないと。多分泣き女さんのところかな、これ。ちょっと行ってみようか。遠ざかったねっていう感じで。で、これは、固定マップだけ、これは回廊系のマップだけじゃなくて、ムクロ流しの渓谷も、大ぐらいも全部反応します。こけしがあるところ全部マジで反応するんで、これはね、やってみてくださいと。近くなってね。ただあそこじゃないと。
ありましたね。っていう風に今右のこのミニマップの右のところ行ったんだけど、そこの近くはなかったんでこけしと。で、注意が必要なのは、アーカイブはね反応しないんで、そこはね気をつけてください。ということで、ここの近くにも という感じで、まあ、ムクロ流しの警告でもちゃんと反応すると、なんか可愛いなっていう感じですね。で、結構ね、あのコメント、自分のね YouTube のコメント欄にも、あと 2,3 個見つかりませんとか、聖域のあと1個見つかりませんとか結構ね来てたんで、これがあれば多分見つかるんじゃないかなっていう。あ、もう早速反応するね。これはほんと重宝する。どこだ？あ、近い。あ、もう近いぞ。あ、ここだ。あ、もう見えてる。この後ろ、後ろ、後ろ姿が見えてる。っていう感じで、まあ、深淵もね、ちゃんと反応すると。ちょっと BGM で聞こえづらいけど反応しましたね。まあこれは多分ここ、ほら、まあ、このようにね、アーカイブは反応しないんで、あ、ここに載ってないか。あの、達成の証で、まあ、全てのね、アーカイブを集めるっていうのだけは、まあ、自力で見つけないといけないんですけど、あ、おぉ、もう、どっちだ？これはどっちだ？左か。あ、消えたっていうことは、真ん中か右か。ちょっと右行ってみようか。っていう風に離れただけでね、音が短くなったり消えたり速くなったりするんで分かりやすいと。あ、こっちっぽい。あ、こっちっぽい。あ、ここだ。ここにあった。あそこはどうすればいいんだ。こっち？っていう風に地図を見ながら撮るとすごい楽。お、もう反応してる。というかこの近くにあるからこっちっていう風に見つかると、おお、ロッカーモードやったっていう風にね、気づけるからいいよね。で、聖域だけは初心者モードがないんで、まあ、言ったようにあのカスタムゲームで徘徊者をゼロにして、なるべくね1回で、ああ、もう反応してる。なるべくね1回で休まずに一気にやっちゃった方がいい。ランダムマップなんで、前回、あ、もう近いな。どこだ？あ、もう近い。ここ？ここじゃないな。近いね、でも。わかった。この真上だ。真上だわ。でしょう。でしょうとかって。
っぱりナキョナさんのところだ。怖っ、ビビる。っていう風に聖域もねすごい見つけやすいと。はい、というわけでね、今回これで終わりたいと思います。聖域以外は初心者モードのミニマップを使って、このねこけし探知を使ってこけしをね集めるとめちゃめちゃ早いです。本当に投射費投射費って特にね、霊魂とかね、すごい時間かかってたんですけど、全部合わせてね、半分の時間で集められたんで、もしね、まだあと2、3個、こけし見つかんないっていう人は、まあ、聖域以外は初心者モードとかでやって、徘徊者とかね、見つかっても、めちゃめちゃ足が遅いんでね、そんなに難しくないかなと。カスタムゲームでどこの場所か分かんないよりは、初心者モードの固定のねマップを利用して、じゃあ今度右上のエリアに行こうかなとか、左上のエリアのこけし集めようとか、そんな感じでちょっとずつね集めてみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。では、そういえば、シロマさんのツイッターにあった、徘徊者で GO を出す隠しコマンド、せっかくなんでやってみようか。ここのメインゲームに合わせて、上、上、下、下、左、右、左、右、上、上、下、下、左、右、左、右、上、B、A。あれ？もう一回。上、上、下、下、左、右、左、右。上、上、下、下、左、右、左、右。上、B、A。あ、できた！できた。せっかくだから遊んでくれ。わら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 、余計に回っておりますっていういつもより余計に回っておりますっていう。あ、でも別に解放されてるわけじゃないんだね。うん、なるほど。